3万5000ぐらいしかないなんか、うん、なんか別に YouTube のどっかでコンビ入るじゃちょっと早さどうかなとりあえずあれホテルに近くにしたいから近くまで近づくねあの札幌で食ったラーメンはやっぱ格が違かったな昼前ですしそうあれうまいやっぱあれでもう満足したラーメンは味噌ラーメンああこれだねやっぱみたいな、うん、やっぱ味噌が違うわなんか濃いっていうかさ濃いんだけどなんか味が辛いわけでもなくなんか奥ゆかしいいやなんだろうね辛いんじゃなくて濃い味噌汁みたいなさ高貴さを感じた時これが味噌ラーメンあれ味噌ラーメン食ったしばらく味噌ラーメンを食えないなすごいねタッチがやっぱ本場の味噌ラーメン違う味噌でもあっちで味噌ラーメン食ってうっすってなるわ絶対なる、うん、うっすってなる醤油とか豚骨逃げそうしばらく食ったとして醤油かなもういっそのこと塩だったしあるかもしれない塩ラーメン全然食ってねえな俺やっぱり、うん、でもなんかあんまり選ばないと、うん、なんかあっさりしすぎてるような感じにとらわれちゃってさかめっちゃうまい塩ラーメンにあったことがない、うん、醤油ラーメンでうまーとかさ豚骨ラーメンうまーはあるけどうまい塩ラーメンに出会ったことがないな波ぐらいだよあうまいなーみたいな。なんか感動を覚えない。あとなんか飲んだ後にさ、締めで食うのにはベストかもしれない。締めでも醤油ラーメン選んじゃうんだよな。マジか。うん。割と。締めでさっぱりしてるかなって思って。なんか日高屋のイメージがついてるな。後楽園とか。飲んだ醤油ラーメン。30km 運転するのは耐えやすいな 7.3km かも気持ちいいまだ 5km ぐらいしか走ってない感覚なんだけどこれは前だと今地下ってなんじゃねえよ。でしたら。まあ、こんなところなのかもさ。うん。パーキングエリア。うん。ああ、やべ、ここ逃しちゃったなと思ってさ。うん、次どこで二十何キロ？あ、じゃ二十何キロ？うん。あ、近い。行けるわ。うん。本来この近いって感じがおかしいんだよな。うん。それよ。そこそこあるんだって考えると。17キロとか近っとか言おうあとちょいじゃんっていうあのガソリンガソリンつくん時の17キロは遠かったなあれはしょうがない、うん、あれだよなんか一分がクソ長く感じる時のあの現象だよね本来2次元のこういう時にクソ長く感じる
に来た方がいいじゃん。これがすごい苦手な人で、ね、あ、左上受け日だから右で。ああ。らしいんだけど、やっぱここで生かされてくるよね、陽気なのが。結構、割と最初の方からマスターしてたんで。窓を開けてなかったとしてもさ、中で吸えたとしてもさ、こっち側いないからね、あの捨てるような。たまに言ってるよ、あのこの辺にくっつけてさ、こっち側用の灰皿みたいな車用のクリップで止めるやつ。最初はなんかさ、中が生ぬるくなりすぎたからさ、あ、ちょっと開けたんだけどさ、でもいいや、ついででいいやと起きるし、こっちの方が。結構でも俺、追い込まれれば追い込まれようのなんかドラテックがついてる気がする。普段より、暴れすぎやろって感じ。強制ギプスつけながらみたいな感じなんで、つけながら戦ってるみたいな。主人公補正になってるね。で、こっちか。もうさ、いつもだったら、うん、これ運転してんだなと思って止まってんけどさ、これか、これか、あの看板ねえぞって言うのがあるから、自分ナチュラルに言ってるけどさ、停止線と中央線マークはさ、すごい無意識のシーン見てるんでね。普段見ない標識めっちゃ見た気がするわ、安全地帯とか。もうびっくりなのはさ、一回もその他の危険を見なかったことだよ。だって普通にあれさ、雪崩とかだとあるのにさ、なんかって大についてる、そう、やっぱ小樽とか行ってないからだろうな、あっちの方行ったら着くんだろうな、山だから。
局スリラーカラオケって何だったんだろうな。確かに。あれよくわかんない。モニー電算キロ、やば。モニー電算キロと思って。早いな。1キロとは何なんだろう。1キロとは1000メートルだ。じゃあ、粋な行動をしてあげるか。最悪じゃん。なんだけでも OK な気がする。